33匹産んだな。しかもこれ昆虫マットっていうか、あのいわゆる腐葉土のマットにコクワガタが産みました。はい、どうもユッキーです。カブトムシ、クワガタ、コクワガタですね。ダイソーの、コクワガタ、ダイソーの商品でコクワガタをね、育成してみた。というのが、前、動画アップしたんですけれども、まあ、いろいろね、もうだいぶ時間が経ったんですけどね。まあ、結果として、まあ、かなり、成虫が、まあ、羽化して、はい、羽化したんです。で、昨日、コクワガタのね、メスを入れていた、ケージ、飼育ケース。これダイソーの100円の、昆虫マットっていう、マット。主に、カブトムシが、の幼虫が食べる。まあ、腐葉土ですね。だったんですが、そこに入れといた、メスがですね、全然、餌を食ってる形跡がなくて、それ、単独でメスだけ入れてたんですよ。で、おかしいなと思って、2週間前ぐらいに、探してみたんですよ、中。そしたらいないんです。で、あれ?と思って、結構こういったいないっていうのって、カブトムシとかクワガタ、特にコクワガタってちっちゃいですから、もしかしたら、まだいるかもしんないっていうことで、しばらく、また放置しといたんです。で、昨日、これを全部ぶちまけて、また探したらですね、大量に幼虫が、コクワガタの幼虫が出てきて、初霊と二霊ですね。ほぼほぼ初霊だったんです。初霊と二霊が出てきたんですよ。で、メスの方は全く姿がなくて、まあおそらく、まあ死んで、まあ、バクテリアに分解されたかしたんですよね。うん。だと思うんです。で、そのコクワガタのメスは、19ミリのメスだったんですね。で、オスが多分28ミリの、ね、ではないかなと。怪しいんです、これ。ここら辺。だってずっと単独で飼ってて、なんで産んだのかなってよくわかんないんですけど。まあありがたいというか、やったね。頑張ったな。感じですか。そういうね、はい。で、これ産卵木。これダイソーで買った産卵木です。まあ、ここにまあこれを打ち込んで、33匹全部で幼虫がいたんですけれども。ね。今完璧にぶちまけて大変なことになってます。いやでもまさか産むとは思わなかったですよね。コクワガタ。だから産卵木入れてなかったんですよ。うん。それなのに、産んだんで、びっくりしたんですよ。単純に。ものすごくびっくりしたんです。うわ、びっちゃびちゃだ。びっちゃびちゃだ、これ。うわ、ひどいな、これ。やらかしたな、ほんとに。俺、このやらかすパターンが多いな、最近。ちょっと待って、まずい。完全にまずい。幼虫さん。
大丈夫か？ひどいことになってる。幼虫くん。幼虫くん、書類だからやばい。書類だからやばい。踏み入れたりすると、大変なことになる。ああ、ひでえ。これはひどい状態だ。ああ、これはひでえ。マジで、笑えない。笑えないひどさ。笑えないひどさになってる。ああ、これはひどいな。とりあえず、幼虫を、あ、そうだ。手で触っちゃいけないんだ。そう。幼虫は手で触っちゃいけないんです。スプーンで救ってやんないと。いけないんです。ちっちゃいスプーンで。ちっちゃいスプーンで救ってあげないと、ダメです。ああ、これはひどいな。幼虫か、幼虫か。マジいい時間だな。ああ、これはひどい。いいことになった。柔らかく、この柔らかく感がすごいよ。ものすごいですか、これ。あそこら辺、レトロフリークが。レトロフリークのコントローラーの隙間に、入ってるだろ、これ絶対。頼むんだよ、おい。何をしてるんだ、俺は。久しぶりのテンパりで、テンパってあれしたの。レトロフリークのコントローラーの、幼虫たちが、ちょっと心配だ。幼虫さん、いた。幼虫。この今土は、これはクヌギ伝説ですね。ダイソーの。一応変えたんですよ。多分、不要マットは、コクワガタによろしくない、じゃないかなーって、思って。変えたんですけど、一体どうなんですか？僕はかーん。もう一度どいた。もう一度どいた。痛い。書類です。書類の幼虫。で、特に書類とかだと、やっぱり、まだ見つけられてないっていう、残りがあると思うんで、一応最初の33匹一応数えたんですけど、多分まだいるとは思うんですよね。もしかしたら卵がまだあったりとかする可能性が十分にあるとは思うんで、一応残しといたんですが、今回は、今年はですね、1年前は、コクワガタの、ダイソーで買った、クヌギ伝説だけで育てたんですけど、まあ、結果としてだいたいね、一番でかいので 3.8 ミリぐらいだった。
違う、38ミリ。一番でかいので38ミリの、オスですね。が、多分一番でかかったんですけど。まあ、成果としてはそれぐらいです。まあ、他にも、メスとかいっぱい、オス、メスいっぱい取れたんですけど。これあと掃除機かけないと。これひどい。これはひどいな。なんか嫌な予感してたんだよ。なんとなく。なんとなく嫌な予感してたんですよね。なんとなく嫌な予感してたんですよね。幼虫くん大丈夫か？ここだ、いた。まあでもあれですからね。母親が、卵を産んで、多分それでもう、死欲を尽くしたんでしょうね。間違いなく。間違いなく視力を尽くして、までまあ産んでくれて、くれた命なんで、よいしょ、無駄にはできないです。まあ、昨日は、それからいろいろ調べたんですけどね、サイトによってまちまちなんですよね。いわゆるカブトムシの、幼虫が食べる腐葉土のマットを、その産卵用のケージ、まあ産卵、その中に産卵木を入れて、飼う人もいれば、いわゆるクヌギ伝説のように、まあ、あんまり、熟度が、熟してない、腐葉土ではない、木の、マット、を使う人、もいるみたいなんです。だから、まあ、はっきり言って、どっちがいいのかなって、わかんない。ですね。わかんなかった。まあでも少なくとも、カブトムシの、ダイソーで売ってる昆虫マットっていうのは、カブトムシ用のやつなんで、幼虫のやつなんで、まあ間違いなく腐葉土なんですよね。で、クヌギ伝説の方は腐葉土ではなくて、木なんですよね。クヌギの木。クヌギの木を粉砕して、まあ、若干、こう、
なんか栄養剤とか入れて、小麦粉とか、入れて発酵させたもの、だとは思うんですけど。うん。まあまあ。ここら辺はちょっと謎なんですけど。それでもしっかりちゃんと食う、幼虫は食べますっていう人もいれば、いや食べないっていう人もいる。うん。だからまあ、ちょっとわかんないです。ただ俺の経験から言うと、昆虫マットで育てた、コクワガタの幼虫、ダイソーのね、まあ、いわゆる腐葉土で育てた幼虫は、全滅しましたね。確か。全滅したね。じゃあ、クヌギ伝説の方はどうかっていうと、いや、ちゃんと、うん。羽化した。羽化して、ました。ので、まあ、やっぱり、腐葉土はやっぱ向いてないんじゃないかと、まあ、思うんですけど。ただやっぱりスーパー有名ななんだっけ、月夜のだったっけ、月なんとかかんとかっていう有名なサイトに、コクワガタは、完熟マットがいいって書いてあるんですよ。まあ、いわゆる、カブトムシの幼虫の、に適した、マット。完熟マット。まあ、熟度が非常に、熟成しているやつ。だから、わかんないんですよね、そこら辺は。だから、あれと同じなんですよ。針葉樹のマット使うか、ね、成虫にね、成虫に、針葉樹のマット使ったらダメなんじゃねえの？そこにあるんですけど、ヒノキ。ハムスター用のヒノキの、やつがあるんですけど、ヒノキとか松とかの、針葉樹林を使うのは、いかがなものか、ダメだろ。ね。殺菌作用があるから、抗菌作用があるから、当然虫にダメージを食らうだろう。っていう人もいれば、いや、全然飼ってても問題ない。何も、誰も死んでない。だから安全っていう人もいるんです。まあ、それと同じようなもんですね、多分。うん、だから、まあ、それはもう、おのおの個人で決めてくれ。って感じですかね。うん。まあ、とりあえずこんな感じで。うん。まあ、これで、育てたいと、思います。材でね。もう材だけで。この状態にしとけば多分、産卵木一応2本近く入れたんで、ダイソーの。まあ、1本の、4分の3ぐらいか。は入れたんで、まあ、これに多分、食べ始めると思うんで、今年は、ダイソーの産卵木で、成虫まで行けるか、どうか、を検証したいと思います。それでは、皆さん、お疲れ様です。